アメリカでガ,ガソリンスタンドやコンビニエンスストアを展開するスノコは22日、燃料貯蔵施設や石油パイプラインを運営するアメリカのニュースターエナジーをおよそ73億ドルで買収すると発表しました。買収は株式交換で行われ、4月から6月期に完了する見通しです。スノコはこの買収により輸送や貯蔵能力を拡大して収益力をの強化を狙います。